企業分析の専門家が今の業界の動向や注目の銘柄を詳しく解説する業界ウォッチのコーナーです今日のテーマはこちら航空大手国際線に潜む課題ですではゲストをご紹介いたします長年運輸分野をご担当されています JP モルガン証券シニアアナリストの姫野亮太さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず最初に押さえておきたいのが インバウンドですインバウンド活況です先週発表された1月から10月の訪日外国人客数の累計は過去最速で3000万人を突破しましたこうした恩恵を受ける航空業界ですが では業績はどうかと言いますと4月から9月期の決算見ていきます JAL と ANA ホールディングス ANA ホールディングスは売上高がこの時期として過去最高 JAL も2012年の最上場後で最高となりました一方で、純利益を見ていきますと2社とも現役ということなんです。売上ははいいいいが現役これはどうう見たらいいんでしょうか はい、あの売り上げが伸びた一つの要因は国内レジャーの回復ですねあのビジネス需要はまだコロナ前の8割程度までにしか戻ってないんですけども観光需要が非常に伸びているというのがありますそれから国際線ではインバウンドの伸びですねインバウンドはもうコロナ前を超えてきているということですあの国際線は単価上昇という要因もありますけどもこういったところで売り上げが伸びたというのがまずありますあの一方で現役の要因は円安やインフレによる費用の増加ですね 燃油価格は前年同期とほぼ同じ価格レベルなんですけれども、ドル円の為替がです、ね、1年前に比べると約15円円安になってます。燃油費、整備費、機材費、まあ、結構主要な費用はドル建て費用ですので、これ、円安になれば費用負担が重くなるというのがあります。 それから国内では賃上げインフレに伴う人件費の増加と、まあこういったことでコストを補えるほどの売上増加あの売上獲得には至らなかったというところがあると思いますね。では続いて便数で見ていきます。便数でコロナ前と比較しますと国際線国内線ともにほぼほぼこんな風ですのでもう戻ったというような見方ができるかと思います。一方で今度客数で見ていきますと。 日本政府の観光局が公表した出国日本人数。去年時点で二千十九年と比べて、まだ半分以下なんですね。便数はほぼ戻った、客数は全然。これはどう見たらいいんでしょうか。はい、あの一つは航空チケット代機の高騰というのはあると思います。はい、それから円安はですね、アウトバンド。日本人の海外旅行を抑制しているというところがあると思いますね。で、日本人の海外出張についても、やはりリモートワークの定着で戻ってないというところがあります。はい これアウトバウンド戻ってくるためには何がポイントなんでしょうか、はいあのまあ、リモートワークはまあ一定程度、定着していると思いますが、まあ、いい話としてはあの今月の30日からあ中国が日本人向けの短期ビザ免除を再開する点ですね、えー、ビザなしで滞在期間が15日間から30日間に延長されますので、えー、もしかするとビジネスのまあ需要喚起になるかもしれないと。 それから観光需要についてはです、ね、為替消費動向によるため、あのなかなか需要を想像するのは難しいんですけれども、LCC を活用することっていうのは、一つ、観光需要を掘り起こすポイントになってくるのかなと、それから合わせてマイル戦略、こういったところも重要になってくると思います。 まあ、いずれにしろ、あの、国大手のですね、業績にとって伸びしろはやはり国際線かなと、まあ、いうことだと思いますが、まあ、ここからこの国際線が変える課題について伺っていきたいと思います。まあ、一つは、今もさっきもありましたけど、コロナ禍でね、まあ、いわゆる働き方が変わってきたという点、まあ、そしてウクライナ情勢などの地政学リスクなど、いろいろあるわけですけれども、これ、国情にどの程度ですね、影響を与えているというのを見ていますか。 はい、あのコロナ禍を経て、ですねやはりリモートの普及でビジネス需要はなかなか戻りづらくなってきていると思います、まあ、そういった中で、航空会社はですねやっぱり観光需要を取っていくしかないという状況ですね、そういった中で観光需要を取る中での価格競争激化、こういったところも発生しました、それから地政学リスクの観点では、ですねあの長,期長距離移動が多かった欧州路線。 これがロシア・ウクライナ問題でロシア上空を飛べなくなってしまったと、まあ、このことで,です、ね、欧州旅行の手軽さがなくなったというのはありますね結果的に例えば羽田・パリ戦なんかはもともと12時間かかってたものが、まあ、今15時間かかってしまうと3時間増えたとういうところですね。 で業績面で見ると、まあ、迂回することで燃油費とか人件費が増えますが、これはチケット価格に転嫁、反映できてます、ただ、まあ、この高い航空チケットにどこまでお客さんがついてくるか、ついてこなければ、やはり座席利用率は低下するという問題がありますなるほど、まあ、やっぱりアウトバンドにはね、やっぱり何がしかの影響はあるとということですねそしてアメリカのボイイングの話を聞きます。やはり世界のです、ねまあ、特に中型機